はい、じゃあケロロ RPG やっていきましょう。どんな感じだ、今どこ見ましたっけ。ミナッテオ町が終わった。その後はどこ行くんだ。船に乗ってどっか行くな。戻る感じだな。我々の船は上の方の、あ、キャプテンね。おお、北川軍曹。ここ？リンター。バッチリあります。ギロ。そうか。またここに投げられるぞ。お、じゃあ普通に行ったな。まだちょっと喉の調子が、ケロロだとはあれなんですけど、ちょっとね、調子崩してまして、体調不良だったんで。あれなんですけど、まあ、喉がちょっとまだ若干イガイガするぐらいで、声はだいぶ治ってきたのかなとは思ってますね。結構豊富な。よし、この辺りだな。この中に入ってくれ。死んでみたりは？みんなあれな顔してる。あ、でもドロロ来る人だ。やろうと。よいな。蹴るん方。打ち出すのか。キャプテン。ねえ、キャプテン。いい声だ。オルグリーン、待て。いやちょっと咳込むな。これ船の上にちょうど乗ってるのかな。すごいね。そりゃケロン砲も砲撃も。ああ、だからちゃんとしたあの顔だったんだ、ね、こんな目に合わせる。先に行ったら誰も乗れ、誰も行ってくれないので解説すると。ああ、なるほど、ありがとうございます。レーダー、とりあえずバカンスシティに船を。そうか。ではロイヤルシティ。あ、ロイヤルシティバカ高いあれ売ってたとこだっけ。バカンスシティ、そう、どっか高い剣打ってたよね。ここはやだでしょうね。あれ、闘技場があるところ？余裕です。現月がガードウィング。あ、タナマのあれレベル上げしているところ。ああ、楽な相手だが抜かるなよ。クラッシングクラッシング。うわぁ、ザコのごとく飛んできたな、今。いい飛びっぷりだったな。ニューって今ですよね。アクアグラム、ああ、強いのが入ったんだ。アクアグラム、まあ、またメインの人たちを買っていく感じでいいかな。お、下がるんだ。そんなにあれか、ドロでいいやつで拾ったんだ。結構武器あれだな、余ってるっていうか、あれだね、売ってないね。それでこんだけお金があれば、まあまあいい感じ。ようやくお金に余裕ができてきたね。いいね。作戦指令室か。ハッチあら、レイン、ケル。お、主権以上。まずビクテン感激できます。いけません、姫。公務の時間です。忠告の英雄。僕には公務をサボる口実ができてよ。気持ちは嬉しいが。あ、そうだね、伝説の最後。伝説の総理。そうだ、そいつがどうやらこのレーダーの。これは学問の町が管理する
神々の遺跡のようだな。ちなみにこのケレロスさんってあれですねCV 的には魔王と同じ人だった人らしいですよ。神々の遺跡そうだ。とにかく学問の町、何か手がかか学問の町、学問の町、メインのやつ、何のためにあんたとケルがいる。すげえなんです、なぜ騎士団長の、私が出ていくんだから、ケルかあんたしかいないんだから。なるほど、夏美殿の横暴に振り回されるわが、僕はこれでもレインよ。じゃあ、これレインさん、なぜこんな、僕がこんな、サブオ先輩系出てきそうだよね。実は学問、段階絶壁。いや、なんて、それに私の経験上、助けに来てくれる。あれ？これは、あ、モアンネさんね。うん。いや、もこれはこれは。モアンネ殿。モアンネ殿って割とスッと終わっちゃったんだっけ？ああ、それなら。神鳥か。魔法使いの塔で助けて。神鳥は。エルフがいるって。さすが旅を続けている。でも確か、はい。でもソングとロフは。アフロと軍曹。それとエルフの堀はこのルペはおじさまでいい。すごいね、イタリア尽くせりだな。全部教えてくれたよ。助かったデリマ。それでは。どっちから行くのが違う。来た。こっちかな。違った。楽な相手だが抜かるなよ。あ、そうか。下ミスタードリラにしてるな。こんなもんでありますね。下もちょっといろいろと使ってあげてあげたいなと思ってさ。エルフか。エルフの。ここがエルフ。合言葉を早速使うでやります。ウソングと、ロフハ。おお、すごい。さあ。エルフに会いたい。わあ。敵であります。ベアークロー。うわあ。あのエンクリッシャ力が強いね。妖精さん強くない？妖精さん強かった今。すげえタフだったね。厳重の爪。花ドロップ。待って、強い。ダウニング。シータミッシャー、シータミッシャー、結構削られたな。どこかあるな。そしてさ、タマは今攻撃やばかったね。すげえ怒涛の攻撃を見せてくれた。そう、デモンズリードが強かったね。シーパニッシャー、上、マジか。おお、千分じゃん。リベンジはダメージを受けるたんびにとか、もしくはスキルか、スキルヘルプ、 HP が少ないことか。いや、それよりもかっこいい技を打てしまう。これ覇王千夫人、前進しながら敵を何度も気ぃつける技。じゃあ
どうしようかな。ヘイディザッパーってあんまり使ってないよね。じゃあこれを覇王昇降拳にしましょう。ああ、なんか道っぽいっすね。でも大体さ、こっちのパターン、こっちの上の、上もさ、上に繋がってそうだよね。繋がってなかったか。やっつけるでそう。さっそくつけ。くそ。めっちゃ飛ぶな。待って待って、強い強い強い。おお。すごい技ですね今。めっちゃ出すけど、その出してる間が結構無防備だね。いやかっこいいけどさ、使うけどさ。天使の鈴。油断するな。おお、スイングシーン。おお。タワマーがさ、タワマーがたまに恐ろしいほどの手数を見せてさ、あの妖精速攻で倒すからさ、回復間に合わなかったりするんだよね。でもケルロが回復に回っちゃうとな、火力足んないよね。おお、スイングシーン。いいね、いいね。あれで、もう終わりですか？覇王戦武神何使うんだろう。4ぐらい使いそうだね。あんだけの、あれを出すと。ヒロの正体、突撃！元気だよ！うめぇ！いいね、いろんな技を交互に出すのは面白いね。あっちはもうなさそうだな。こうぐるっと回って終わり。あ、スケボー、スケボーキーアイテムっぽいですね。メトロクロス、わかんないな。作戦通りに行くぞ。うぇ、ハルダリンかっこいいよな。待って、ギロロが知らないうちにこうまたかっこよく見る。なんか上に打ち上げて砲撃してた。砲撃っていうか、なんていうかな、打ち上げたものがホーミングして斜めに降り注いでた。かっこいい。お、男たち、ここ神鳥と政府をする神聖の場所。知恵なき者は立ち去る。神鳥に会いたいのでありますが、ならば奥に二人のエルフが見えたろ。彼らはそれぞれ正しい出口と間違った出口の番人だ。彼らに質問して正しい出口を見極めてみろ。一人は嘘をつかぬ正直エルフ。他方は嘘しかつかぬ嘘つきエルフ。ああ。なんだかすごく偉そう。ここを正解しても出口はさらに二つ。せいぜい知恵を絞るんだ。二分の一の確率で抜けようぜ。何が良かい？隣の人はどっちが正解という？入り口のエルフがいないやつだよね。入り口のエルフがいないやつだろって。ああ、俺もてっかりさ。私に何か？言えないやつですね。私の憧れの人に。なんてことを。エルフの中ではない人、わかりませんよ。本当最高の方です。ここだけの話、次の村長にも決まっててファンクラブだったんですよ。すげえ。隣の人はどっちが正解という？彼がどっちを正解というかですって、当然左ですね。彼女がどっちを正解というかって、それはもちろん左だよ。今、二人とも、ん？
両方とも今左って言ってるのか。この先の出口は正しい出口？うん、本当の出口です。そりゃそうだよ。あ、二人とも同じこと言ってんのか、これな。両方とも左って言って、出口、ん？出口、両方ともこれ左って言ってたよね。これ喋りながらやると多分考えまとまんないと思うんだよな。当然左ですね。どっちが正解というかって、それはもちろん左だよ。みんな左って言ってるでしょ？で、両方とも正しいって言ってるんでしょ？だったら、右だと思うんですよ。これ、どっちが間違ってたとしても、じゃあ、彼女が正しい場合、彼は左が正しい。ん？彼女が正しい場合、この人は左って言います。まあ、左って、ん？言います？違う、右が嘘だって言ってるからってのか。あ？違うな。後ろが、左って言ってる、彼が後ろは合ってるって言ってるから、おかしくなるんだか？いや、喋りながらやりたくね。黙りたい。すごく黙りたい。黙ってちゃんと考えたい。けど多分右だと思うよ。ん？こういう彼女が左が正しい。彼女が正しい場合は彼左が正しいって言うから、違ってるのか。だよね。彼女が正しい場合、彼は左が正しいっていう。だけど、実際には後ろが正しいって言ってるから、おかしくなる？なんか多分もっと単純に考えてもいいような気がするんだよな。彼女が正しい場合、彼は嘘をつくのか。え、じゃあ彼が正しい場合は？結局同じだよね。同じこと言ってんだから。もちろん左だよっていう。当然左ですね。すげえ、2分の1にかけて。彼が、彼が正しいこと言ってた場合、彼女は左っていうから左合ってるのかね。彼が正しい場合、彼女は左っていうよって言ってる。左って言ってる。じゃあ右が出口だねってことでいいんだよね。あ、ですね。今ちょっとおかしかったもんね。そしてこの 数秒の間で足がしびれた。ただもう一個あるって言ってたでしょ。3人ぐらいに増えそうな予感しかしないんだけど、俺の中では。わあ、作戦通りに行くぞ。回復難しいよね、戦闘中こうやって突っ込んでこられちゃうと。わお、ちょっとやばいんじゃないの。おお、すぐ入ったな。問題はこのマフィーがさ、どういう動けない時があるのか。
なんか技が出てなかった時があったね、今ね。爆撃発ってのかね。ベコボンを侵略するのはレベル50だったけど、ずっと無者だもんな。 HP が上がるのか。だって無者が強いんだもんな。ああ足軽とかいる。やっぱり攻撃重視になってるから、魔導士だなんと。で防具かなと思いきや絶対違うんだよな。このゲームだと防具って概念がねえからな。いい装備かって一瞬思ったけど。ただ遠くにねいるとね、ほら後ろ切ってくるんだよ。いいね、いい感じに回復できましたね。すぐまたあれが出てくるかなと思ったんですが、ていうか君が強いよね。おお、スムージー、あれが来るな。シーパニッシャーで3回使うのもしかして。悪魔の説です。なんか割と同じ道を通ってる感じするよね。おお、間違えた。ジャッジメントアンカーを使いたかったんだけど、エイトに間違えた。じゃあ上と下か。ってことはこっちのあれか、あっちが当たりだから。おー、いやー、おお、アースケイクやばいな。力こもってんだ。さっき宝箱買ったけど今回はなし。ただ見づらくなってるだけっていう可能性もあるからね。うわ、出すのがないな。来ましたね。二つ目の問題あります。出た、三つだよね。正しい出口の前に正直エリフが立っている。正直エリフは必ず正しいことを言う。嘘つきエリフは必ず嘘を言う。そしてもう一人、デタラメエリフ。気まぐれで適当な返事をするよ。うわぁ。やめてほしいな、それ。私？違うわ。私は嘘つきエリフじゃないわ。あ、でも説明しなくていいや。私はデタラメエルフなのよ。私、正直エルフじゃないわよ。うーわー、めんどくせえこれ。私、ヘイバレだ。そう、正直エルフは私よ。
これがデタラメだな。これがデタラメ。じゃあこっちが、嘘つきか本物。嘘つきか本物。正直エルフは必ず正しいことを言う。嘘つきエルフは必ず嘘を言う。正しいことを言う。私一応私は嘘つきエルフじゃないわ。あ、嘘つきエルフじゃないよって言ってる。デタラメエルフ、これは嘘ついてるって。じゃあ普通にこれでいいんじゃないの。ねえ、間違ったこと言ってんでしょ。で、あれが適当なこと言ってんでしょ。で、こんな簡単でいいの。逆に深読みしちゃうんだけど。あ、よかった。全然簡単だったな。次も正解するであります。そんなに何個もある。これが最後のも。あ、よかった。望む4つの出口と4人寝る。正直者は1人だけ。その人の後ろが正しい出口。そっか、本番があったのか。その奥にさらに2つって言ってたな。そっから分岐するのか。一番初めに2つあるった、ん ?2 つあったじゃないですか。その後にさらに2つって言ってたから、2の2だと思ってたんだよ。違かったね。2の後にまだ2つ部屋があります。ん?一番初めの部屋にあと2つ部屋がありますよ。3つの部屋がありますよって言ってたってことですね。はい。正直者は1人だけ。正直言うかよ。右端にいるエルフは正直だよ。俺の両隣は嘘つきだ。僕の隣は嘘つきだ。ああ。紙に書いた方が分かりやすくていいんだけどね。じゃあ一人が正しい場合っていうのを確認すればいいんだな。僕は正直エルフだよって言ってたでしょ。右端にいるエルフは正直エルフだよ。僕の隣は嘘つきだ。俺の両隣は嘘つきだ。彼が正直者の場合はこのままここに行けばいいでしょ。そうしたらみんな嘘ついてることになるから、右は嘘つきだよって言っている。僕の隣は嘘つきって言ってるから、これも嘘になるから、僕の隣ってことは本当だ。俺の両隣は本当のことを言っている。これはよくわかんなくなるよね。じゃあ今度彼が正しい場合、僕の隣は嘘つき、僕の、俺の両隣は正しいことを言っている。合ってんな。合ってんな。合ってない。こいつは嘘つきだって言っています。ってことはこの二人は正しいって言っています。あ、でもあれか、正しいこと言ってるのは一人だけって言ってるのか。ってことはここがおかしくなっちゃうからダメだ。じゃあここが嘘つきな場合、ここが合っている場合は、ここ二人が違うけど彼が違くなる。よくわかんなくなりますね。あ、よくわかんなくなりました。彼が正しい場合、これはまあ文句、嘘つきさ、合ってるって言ってるから大丈夫で、これも嘘だってことがわかります。これも嘘。あ、じゃあ合ってんじゃない、彼じゃない。やった、勝利の玉。だんだん頭こんがらがってきたね。よかった、割とすぐ抜けられて。